こっちおいで。大丈夫だから。からここでお世話になるの。え？預かれって頼まれたの。みおちゃんはさ、話せないんじゃなくて話さないんだよ。今のみおちゃんは今しかいないんだよ。それを切り取りたいの僕。気をつけてね、こういう口だけの男が東京には腐るほどいるから。どうすんだ？ちょいの仕事。